11月16日と17日の2日間タワーホール船堀で第20回産業ときめきフェア in 江戸川が行われました。この産業フェアも20回ということになりまして、一応伝統という中に入ってくるんじゃないかなというふうに自負しております。出展者同士のまた、活性化というのも大事だと思いますので、元気に2日間やっていきたいと思いますので、皆さんのご協力よろしくお願いします。20回を重ねてまいりましたので、年々ですね、皆様方大変なご努力によりましてですね、内容が充実をしてきております。江戸川区にはですね、こういうものづくりの世界があるんだということをですね、知っていただくちょうどですね、素晴らしい機会にもなっておりまして、次なる世代に向かってですね、新しい未来をですね、作り上げていただきたいなと心から願っております。どうぞ。このイベントは区内企業の優れた製品技術力を広く PR し、参加者同士の交流や企業の活性化を図ることを目的に毎年開催されています。今回は130の企業団体が参加し、製品の展示や実演などの PR が活発に行われていました。どれぐらい数字が出るかで100って出たら正解。多くの方の期待を乗せ20回の節目を迎えた産業ときめきフェア。このイベントをきっかけに区内産業がさらに発展し、全国そして世界で評価される製品が増えるといいですね。